まあ、桜井誠ね、一つだけ言えるのは、筋を曲げなかったことですよね。曲げる必要がなかったから曲げなかっただけですけれども、筋を曲げずにここまで来れたわけですよね。で、それがね、一つの信頼になりましてね、カッテレンのね、皆さんのところにね、こう言ったんですよ。本来ね、カッテレンの、まあ、その集会というかね、茶話会とかね、そういったのに参加するときは2、3人にしてくれって言ってるんですね。別にそれで終わりっていうわけじゃないんですよ。だから、これからね、もう本当に何年もかけてやらなきゃいけないんですけれども、各地をね、こう回っていくわけだから、今は関東しか回れないけれども、そのうちね、北海道でも、あるいは九州でもですね、回って、皆さんのところに行くんですよ。だから、今はね、もう本当にね、ちょっとした人たちだけでいいんだから、2人、3人でいいんだから、それを集めてくれと言っていたはずなんですけれども、昨日ね、十何人集まってですね、もう宴会じゃないか、これはというですね。本当にまあね、こっちのね、意思がね、なかなか伝わらないというですね。まあ、それでもね、昨日12人、あとお子さん連れの方もいらっしゃったんでね、13名の方だったかな。まあ、この人たちがですね、集まってくれたわけですけれどもね、6、7人が女性陣だったんですよ。6、7人が女性ですよ。12、3名かな。そのうちの半分以上が女性というですね。半分以上が女性だったんですよ。いやーね、本当にびっくりしましてね。一応ちょこっと聞いたんですね。こんなね、もう今、とんでもないですね、誹謗中傷が流れてるんですけれども、皆さん来られるんですねって言ったら、なんかね、見てムカついたっていう人がですね、なんかね、誹謗中傷流れてるの見てですね、ムカついたっていう、なんかより一層心に火がついたというですね、そういう人たちが集まってくれたみたいですね。いや、まあ本当にね、よろしゅうございました。だからね、彼らがいくら誹謗中傷を流そうがですね、集まる人は集まるんですよ。固まる人は固まるんですよね。というか、より一層こう結束するという感じですかね。